当もしくは東和市裏は、中国の古文圏に登場する、春秋時代老の盗賊団の親分。牢の高校のこの姫無害の末裔である天への弟。9000人の配下を従えて、各地を横行し、強盗略奪を欲しいままにしたと言い,い、しばしば盗賊の代名詞のように語られる。一説には、皇帝時代の盗賊団の親分。創始増編当席編。 陶石と孔子の問答。陶石の悪評を聞いた孔子は、奴は、弁説が達者だから、行かない方が良いとの警告を聞かず、陶石に利比を解いて改心させようと出かけてゆく。孔子があなたのような豪傑を盗賊にしておくのは惜しい。きっと出世したら、諸侯になれるでしょうと説得するが、陶石は、 富と名誉を築いたところで、古の皇帝のように結局滅びるだけ、今も殺しをやるが、諸侯になったら人義の名目で殺しをやるなど、反論され、方法の体で逃げ帰り、私の行いは生きた虎の髭を投げて、それを編むように無謀な真似だったとため息をつく。半彦ごと変、半彦が解く、放火論の比喩として、人は、少額の落とし物は着服するが、大金であれば、 処罰を恐れ陶石ですら拾わないと述べ、法を厳しくすることの効能を説いている。芝千は、四季の列伝において、古畜国の義人、白衣と粛清が、衆殺しの衆に使えるのを前使とせず、主要山で餓死した一方、盗族の陶石が浮遊のまま展示を、全うしたことに触れ、テントはこれか非かという疑問を提出している。 劉邦が関心を粛清した後に捕らえた、関心の副心トールを尋問した際、トールを無本をそそのかした罪で処刑しようとしたが、トールは、関の犬行に、入ると弁明して釈放された。漁師春秋、投石の仲間、泥棒にも道はあるのですか投石、道のないものはない。他人の持ち物を見つけるひじり。人より先に入るイサム。出るときはあぎ。 時期を見る里氏、均等に分配する人氏、この五者に通じないで対等をなせた者はいない。ありがとうございます。